ジーン・マーティン・バッキーはアメリカ合衆国出身のプロ野球選手。NPB の外国人選手として初めて沢村栄二賞を受賞した。アメリカ合衆国ルイジアナ州、ラファイエットのフランス系移民の家に生まれた。サウスウエスタン、ルイジアナ大学卒業。1957年よりマイナーリーグでプレー。1962年に三 a のハワイアイランダーズに、 在籍していたが、解雇されかかっていたところを、阪神監督の藤本貞義からの要請で調査に、当たっていた当時スポーツ日本の記者、有本義明の目に留まり、入団テストを受ける運びとなった。川崎製鉄のグラウンドで、藤本が見守る中で保守の辻康彦を相手にテストを受けた、休息はあったもののコントロールが定まらなかったが、 磨けば光るかもしれないという藤本の意向で合格し、同年7月21日に入団。契約金はなく年俸はわずか80万円だった。半神入団当初はコントロールが悪く、途中入団の1962年は0勝、翌1963年は8勝と力を出せずに、いたが、小山正明のスライダーを研究したり、 1964年に投資コーチに就任した杉下茂による猛烈なトレーニングで下半身を鍛えられて、請求力をつけたりして、先発投手の仲間入りをし、小山がトレードで対談した後は、村山実と共に2枚看板のエースとなった。1964年は29勝9敗、防御率1.89の高成績を上げ、 最多勝利と最優秀防御率のタイトルを獲得し、ベストナインと沢村賞に選ばれた。外国人選手が沢村賞を受賞するのは、これが初めてだった。またこの年の200奪三振は、2014年にランディメッセンジャーが226奪三振を記録するまで、阪神所属外国人投手のシーズン最多記録であった。バッキーの活躍でこの年の阪神は、 セントラルリーグの優勝を果たした。同年の日本シリーズでは、南海ホークスと対戦、第6戦で、相手エースのジョー・スタンカと投げ合ったが0から4で、敗れた。1965年の6月28日には、読売ジャイアンツ相手にノーヒットノーランを記録。この年も18勝、防御率2.28を記録し、その後も1966年14勝。 1967年18勝と安定した成績を残した。1968年も13勝と5年連続で2桁勝利を続けていたが、同年9月18日の対巨人戦で、大阪春に2級続けて、ブラッシュボールを投じたことに対し巨人のコーチ、荒川博と巨人選手数名がバッキーに襲いかかり、バッキーも荒川を殴るなどの乱闘となった結果、バッキーは、 右手の親指を骨折した。この怪我の影響で、シーズンオフの10月29日に、阪神を退団し、11月9日に、近鉄バファローズへ移籍した。1969年は骨折こそ感知したものの、三塁線の打球処理の際に腰を痛めたことが多いて9位は、戻らず0勝7敗に終わり、スタンカと並んでいた、外国人投手の通算勝利記録を更新できずに、 同年9月25日に帰国し、11月25日に現役引退が発表された。引退後は、日本球界で得た金を元手に、牧場経営に携わるから、小学校の教師を27年間務めた。2011年に妻を亡くし、牧場を息子に任せて、故郷ラファイエットで引退生活に入った。引退後も OB 戦や仕事の関係でたびたび、 日本を訪れた。王や荒川とも異婚はなく、共にセリーグで戦ったライバル同士として非常に仲が良かった。2014年頃には日本時代に受けた追間板ヘルニアの手術箇所が痛みだし、長い距離の歩行が難しくなっていた。2019年9月10日に右早朝骨動脈瘤の手術を受け、術後の合併症により出血性脳卒中を併発。14日。 ルイジアーナ州の病院にて死去。82歳ボー高い上背へと長い腕をくにゃくにゃ動かすタコのような、投球フォームで、ボールそのものに凄みはなかったが、上手、横手からの変幻自在な投法と得意の、ナックルボールを決め玉とした。また、右打者の外角へ入るシュートも、武器としたほか、ストライクを取る玉として、小山正明から習ったスライダーも、持ち玉としていた。 本塁打を打たれると怒りを爆発させるところがあり、ある対巨人戦で4番打者の長島茂雄に本塁打を打たれた直後、5番、国松明に2球連続で背中の後ろに投球したことがあった。打者は普段内角の球に対して後方に下がって逃げていることから、この本来逃げる方向への投球は国松にかなりの恐怖感を与えた。性の発音は日本語で表記すると、 バックへに近いものの、日本に来た際に、なんだか化け物のようだと言われ、太平洋戦争前に活躍したバッキー・ハリスに、あやかり、バッキーと表記することになった。テスト入団であったため、通訳もつけてもらえず、住居も阪神甲子園球場裏の長屋住まいで、自転車で、甲子園に通った。そのため、ハングリー精神旺盛であり、また、日本語を覚えて、チームメイトとも溶け込み、 仲良くなっていった。日本人以上に日本人らしいスケット外人だったと監督であった藤本貞義も語っている。陽気さと真面目な性格でチームメイトはもちろん他球団の選手からも親しまれた。1963年5月26日の対太陽ホエールズ戦で9回西から浜中幸和に ヒットを打たれ、ノーヒットノーランを逃した上に敗戦投手になった。バッキーは、翌日浜中を見つけるや、こら、浜ちゃん、こら、と叫びながら、浜中を追いかけ回し、周囲を笑わせた。一方で、マウンドでは投手を剥き出しにし、ノックアウトされて、ベンチに戻ってきた時はグラブを叩きつけて怒るほどで、あった。当時のチームメイトの証言によると、対巨人戦では、 いつも以上に勝利への執念を燃やし、マウンドのプレートを土で隠して見えないようにし、プレートの前から投げることがしばしばだった。ある時、バッキーの登板試合に敗れた後、長嶋茂雄は、今日のバッキーはいつもより大きく見えたと語ったことがある。バッキーのマウンド姿の映像は多く現存しており、小津康次郎監督の映画、サンマの味では、リュウチ衆と、 中村信夫が飲んでいる居酒屋のテレビに阪神対太陽戦の中継画面が映り、そこでバッキーが太陽の4番打者、桑田武史を迎えるシーンが登場する。ありがとうございます。